こんにちは。ライトワークエヴァンジェリストのヒロです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日お話したいテーマなんですが、とても重要なことをお話ししたいと思います。なぜハイヤーセルフとの融合が必要なのかというテーマでお話をするんですが、これは何のためにかっていうと、一つがツインデーの統合のためにです。でもう一つは、ライトワーカーとして真の覚醒をするためにです。で今日はまずちょっとね、長くなっちゃうので、ツインデーとの統合のためにっていうことでお話をして、次回ライトワーカーの覚醒のために何が必要か、なぜ必要なのかっていうことでお話ししたいと思います。はい。で早速お話ししていくんですけれど、実はこれをお話しするためには、まず前提として宇宙創造とアセンションっていうものについて、定義としてお話をする必要があります。ちょっと簡単に説明していくと、まず源の存在という、創造主とか神とかって言い方もありますけれど、こういうまだ源の存在がまず存在 あって、で、その、何かこう 変化というか変容したいみたいなね、そういうようなね、意志のようなもの、あれ成長したいとか、僕らの感覚で言えばですよ、そういうものが生まれたときに、じゃあそのために、まず光を放って、この宇宙っていうものを作りました。ただ源の存在は自分では宇宙を経験することができません。なので、自分の中からね、その宇宙に向かってたくさんの光っていうのを放ちました。その源の存在から一回だけ分裂した光っていうのがモナドとかスピリットと呼ばれます。日本語で言えば霊ですね。霊って言っても幽霊の霊じゃなくて、高次の高い、霊的な事故なんで、結局霊的成長っていうのはこの霊と一体になっていくっていうことの意味だったりします、はい、あるいはスピリチュアルって言いますけど、そのスピリットと一つになっていくからスピリチュアルっていうのが本来だと思います。はい。というところで、じゃあそのモナドとかスピリットと呼ばれるものがたくさん放たれました。宇宙っていうものはどんどんですね、拡大膨張していきます。そしていろんな領域ができていきます。でモナドがですね、もっともっといろんな宇宙の領域を経験しようよ、したいよって思った時に、源の存在を真似しました。そして自分を分裂させ、たくさん分裂して放ったのが、魂とかソウルって言われるものです。で大体これは7次元ぐらいに存在するなんて言われてるんですけれど、 その魂がですね、またもっともっと違う領域、特に肉体を持って学びをするような領域を経験したいと思った時に、自分の中からその魂の光ひとしずくとして放ちました。そのひとしずくが肉体に入ったのがこの3次元の僕たちっていう感じなんですね。このような感じで宇宙って展開していってるんです。宇宙創造って、はい、でアセンションっていうのはこれを遡るような作業です。ですからこの3次元の僕たちがこの魂ですねというものをつながっていきます。で魂とね、僕たちって隔てられているので直接はつながることができないので、その仲介役として魂が人格を生み出しているもの、これがハイヤーセルフです、はい、でこのハイヤーセルフとの統合を通して自分の魂と一体になって統合していくっていう感じです、はい、でさらにそれを遡ってモナドですね、モナドとこの統合をしていきます。でモナドの人格をキリストセルフと言います、はい、そしてこのモナドとキリストセルフと統合した時にいわゆるアセンションっていうのが、起こるっていう感じのプロセスになっています。はい。じゃあ、どういったところでこのツインデーの統合とハイアセンションの融合が関わってくるかって言いますと、もうそもそもまずアセンションっていうのはツインデーの統合でしかできないことではないよっていうことなんですよ、はい、かつての多くのアセンションした人っていうのは、その仏教だったりバラモン教だったりいろんな修行を通して、一人でこのね、自分と内観してどんどん深めていくことでを通して、この魂とつながり、さらにモナドとからつながり、宇宙とつながり、源の方につながっていったみたいな感じでアセンションをされています。ただこれって結構難しいわけですよ。すごく一人でやっていくっていうのは大変なのし、もう一生かけてもできなかったりしたわけですね、でそれだとやっぱ大変なので、どうしたらもっと早くアセンションできるかっていうと、その方法がこのツインデーとの統合っていう方法なんですよ、つまりですね、同じ魂から分かれたね、もう一つの自分っていうのがあと出会うと、お互い鏡のようになるので、お互いのね、いいところも悪いところもいっぱい見えるわけですよ、だからこそ
一人ではどうしても見えない部分っていうのが学びができる しにくいんですけど、見せつけられるので、そういうところっていうのをどんどん変えていきやすいんですね。まあすごく辛いんですけれど、そう、だから一人でこのアセンションっていうのね、ことをやっていくよりも二人で行った方が、まあ、スムーズです。やっぱ大変だけど楽なんですよ。なのでやっぱツインデーと出会うっていう形で、統合っていうことの形をとってアセンションっていう学びをする人っていうのが今はこのアセンション時代には増えているんです。はい。そういう理由なんですね。でも実はやることね、結局一緒なんですよ。はい。多くのね、人の、まあ、ツインデー出会ったっていう人とか、あとはツインデー関係の情報ってね、見てるととにかくツインデーといかに結婚するかっていうようなことに、なんかほとんど情報偏ってんじゃないのって思って、ちょっと僕すごくおかしいなって思うんですよ。結婚って地球の3次元の星座です。はっきり言って、もう宇宙のね、進化した星、いろんな星には結婚なんて存在しないんですよ。しかも男女だけじゃなくなってたりしますし、そもそも子供はお母さんの中から生まれてこないんだから、これは宇宙的なパートナーシップから考えると古いやり方なんですよ。で、地球はもうどんどんアセンションしてるから、もう今までのやり方で結構捨てていってるんですね。なのに、すごい古いやり方だけにこだわって、ツインデーと結婚することは統合みたいな言ってる人たちっていうのは、ちょっとおかしいよと、最近の言葉で言うと風の時代っていう言葉がありますよね。それの中で言うと土の時代のやり方のところだけにすっごいこだわってるっていう感じがするんですよ。うん。それがちょっと違うよって、そもそもパートナーシップのあり方っていうのは、すごい変化しているんだから、そう、いろんな形で、ね、パートナーシップの学びっていうのができるんです。特に三次元的な付き合う、結婚する、セックスするっていうことね。まあもちろんね、それもね、いい学びなんですけれど、うん。そこと、ツインデーの学びって、一致する、必ずしも一致するわけじゃないんですよ。うん。その、人によっては、その、まず、ツインデーの学びと結婚の学びってね、別々にまず存在します。ただ、人によって、結婚とか、子供を産み育てるっていう学びと、ツインデーのこの、宇宙的なパートナーシップ、アセンションの パートナーシップの学びっていうのが両方ね、ダブルワークみたいな感じで兼務というか、ね、同じ人とやっていくっていう設定をしている人がいます。で、こういう方に関たちに関しては結構割合ね、出会ってすぐに結婚するんですよ、うん、もうそのように契約してるからですよ、うん、ただ多くの人の場合すでに誰かとね、今の旦那さん奥さんとかと結婚して、とか子供育てるとかって学びしてる人はここで結婚の学びをしているので、もうやってるから、そもそもツインデーとの間に結婚の学びの契約がありません。ですからツインデーと必ず結婚すると、結婚しなきゃツインデーじゃないとかっていう話ってすっごいナンセンスなんですよ。もともとここでやってるんだから、ツインデーとはね、アセンションのパートナーシップの学びをしていきます。ただちゃんとこっちの学びってしっかりやって、で、結婚とか子育ての学びをやった人であったら、残りは自由に選べるので、その後のパートナーシップのあり方として、3次元レベルでは結婚であったり、実婚であったりとかっていう形を選ぶこともできます。あともちろんビジネスパートナーとかもいろいろあります。はい。っていう形でいろんなあり方があるので、でも必ず結婚に結びつけるっていうのは、ちょっとおかしな世界。で、むしろこう3、もう本当3次元的だし、昭和的だし、土の時代みたいな感じで、そこにやっぱこだわりすぎるっていうのは、やはりなんかその結婚というものが、結婚して子供を育てるとかそういうのとかが、女の幸せみたいな昭和的な価値観っていうのを植え付けられて育ってきたっていうのがあって、で、つまりその結婚しさえすれば、その社会から認められるっていう古い価値観がどうしてもあったわけですよ。で、そのためになんかその自分っていうものを自分で認められない、承認できないから、結婚という形で認めてもらいたい。しかもそれが宇宙的な最も特別なね、運命的なパートナーであるツインデートっていうことを求めることなんですね。それによって自分は価値ある存在だと思いたいみたいな、自分の自己をね、自分で認められないところから来る承認欲求みたいなのが隠されている人が僕かなりいると思います。多分これ見て、低評価ボタンを押したりとか、すげえ、なんか抽象とかマウントのコメント取ってくる人は大体そういうタイプですよ。先に言ってきます。はい。はい。まあ、別にいいんですけど、そういう人たちは放っときますから。はい。で、話も取ります。で、ちょっと今日はですね、人形が、いつもの男の子と女の子の人形がないって、今自分の、ね、会社、東京のオフィスにいるからなんですけど、
あのお客様がくださったちょっとこのですねおかきみたいなやつで、こっちは女の子、こっち男の子にします。でよくツインデーって出会った時に、そうで多くの人はこういう風な向き合いの世界をなるわけですね。あ、僕ももちろんそうでしたからね。こんな感じでツインデーと一緒になりたい、一緒になりたいとか。でもこうやって鏡のようにお互い見せられると、お互いのね、あのいいとことか悪いとこも全部見せられるんですね。ここインナーチャイルドとかカルマの問題が噴出するんですよ。だからここうまくいかないよっていう状態になります。でこれでくっつけないっていう状態で、例えばこっちがこうやって向いてわーって追いかけるとか、反対にわーって追いかけるっていうのがよくあのランナーチェイサーって言われるやつですね。あとお互い反対向いちゃってるっていう時もありますけど、こんな感じでまあ分離した状態をよくサイレント期間なんて言ったりするんじゃないかなと思います。でこれどうやったら終わるかって言ったら、こうやって3次元の恋愛レベルでこの条件付きのね愛っていうかね、独占的な愛とかの世界で思ってる限り無理なんですよ。よく私はなんかツインでの彼とつながっています、テレパシーでつながっています、夢の中でいつも会ってますっていう人、だから私たちはこう統合してるんですみたいなこと言う人いるんですけれど、なその割に彼に会えなくて辛いんです、寂しいんですとか、彼の奥さんがひどいんですとかっていうことをねよく言う人いるんですよ。そういう人たちは全然統合してませんから、まだ、はい、めちゃくちゃ分離感感じてるし、独占力強いじゃないですか、そんなテレパシーとかなんとかと関係ありません、これはあくまでもツインレイと出会ったっていうこの葛藤の学びっていうのが、まあ、統合の第一段階っていうふうに捉えられます。あ、僕の中で、ね、大まかに言うと3つの段階があるんですよ。その中の第一段階で多くの人はここに留まっています。じゃあどうすればここを終わらせることができるかっていうと、お互いの方を向いたりとか、こっちの3次元レベルで向いてるからダメなんです。そうじゃなくてですね、向く方はね、こっち上です、魂です。ツインレイではそもそも同じ魂から生まれた自分なわけですよ。だからこそ、まあ、自分自身が自分を認められない、大切にできない、愛せないっていうことは相手を否定していることでもあるんですよ。だからどんなにやったってうまくいかないわけなんですよ。そうじゃなくて、自分を結局ね、霊的成長ってね、自分を認めていくね、愛していく、無条件で愛していくプロセスなんですよ。だから逆に言ったら一人でもアセンションできるんですよ。そう、だからこれはツインレイがいても、に出会っ3次元で出会ってもう一緒です。向き合うのは結局自分自身です。そして自分の魂とつながるには、自分を許して認めていく、愛していくっていうプロセスが必要なんですよ、はい、それによって地球の人格と魂の人格っていうものを統合していくんです。ここも統合なんですよ、うん、これが大事。これをやることによって、この三次元の方からこっちに行きます。はい。魂のところ。で、お互いにもしこうなった時っていうのは上がっていくとね、これ本来の自分を生きていくっていうことなんですけれど、結局魂のところでこれ二つ一緒になるんですよ。そうなると、なんかね、本当に相手は別の人じゃなくて自分、まさにこの自分そのものになっちゃいます。うん。そう、本当にその日に気づかされる、もうその悟るっていうような段階です。ここではもう分離感っていうのは存在しません。なぜなら魂レベルで統合してるからですね。魂は3次元と違って物理的な距離感とかないから、ここではもうここで一緒になった時にはそれぞれがあのなんていうか、お互いが本当自分自身でしかないような感じになっちゃうから、分離感が生まれなくなっちゃいます。はい。で、まあ、これはよく言うのは、私が私に会えなくて寂しいっていうのは不可能ですよねっていうことをよく言うんです。だって自分なんだからっていう、自分、私ここにいて私がいて私に会えないなんてできないじゃないですか。だからこの魂レベルで統合した時にはそうなるからこそ分離感っていうのがないっていうことなんですよ。はい。で実はこれがその次での統合の 第2段階です。で、ここまでの統合のした段階ではツインデーの統合ですって捉えてる方も結構多いです。はい。でも実はその先が本来はあって、そう、なぜならまだここより続きっていうのがあって本当のアセンションだからです。先ほど言ったモナドであり、そのモナドの人格のキリストセルフというと、もうこの2人が魂レベルで一緒になった上で進んできたとき、そしてそこのキリストセルフ と今度は統合ですね。霊的な自己のキリストセルフと自分が統合すること、うん、でこれがお互いにそうなった時に起こるのが本当の意味での、アセンションであり、ツインでの完全統合っていう第三段階なんです。はい。そう、ここまで行った時完全統合なんですけど、同時にこれ一緒に行く人もいるんですけど、これは非常に少ないです。多くの場合はですね、
どっちかがリードする、まあリードが変わる場合もあるな、そういう感じでどっちが上がるとそれで引き上げられる感じで上がるみたいな感じになって上がってきます。だから場合によっては先にもうモナットの統合アセンションまでしちゃって相手を引き上げていくって、相手が上がってくるのを待つよみたいなね、なんか山の頂上を先に登ってその自分の相棒っていうかバディが登ってくるのを応援して待ってるみたいなね、そんな感じになることもあります。うん、まあでも最終的にはここで、最後やっぱアセンションという山の頂上みたいなで一緒になるっていうようなイメージなんです。はい、っていうことなんで、でもいきなりこのモナドキリストセルフとは統合できないんですよ。やっぱ段階があるんですっ飛ばすことできないので、まずやるべきは自分魂の、ね、人格であるハイヤーセルフと融合することなんですよ。うん、これをすることでやって結局ツインレートの学びのプロセスってはどんどん飛躍的に進むっていう感じなんですね。はい、でそのために僕は継続セッションとかの中でハイヤーセルフの融合セッションっていうのも提供してますし、何度もその3次元レベルのこう付き合って結ばれたとかで、それを他人に承認してもらいたいがためにする世界じゃなくって、アセンションの方に向きましょうっていうね、スピリチュアリティの本質に向きましょうっていうことは繰り返し繰り返し YouTube でもメルマガでもお話ししてることです。でこっちが本質だと思った方は、ぜひですね、まあ、僕のメール講座とか見ていただけたら嬉しいですし、ハイヤーセルフの融合セッションとかね、こういったものを継続セッションの中で提供しているので、受けていただけたら嬉しいなと思います。でこういった募集すべてメルマガ読者さんにだけやっているので、まずはメール講座に登録していただけたら嬉しいなと思います。で今日のお話、結構難しいと思うんですね。多くの方が聞いたことないです。っていうか、そもそも、ツインデーの統合っていうことに対して曖昧に語ってる人ばっかりで、まあ、ここまでなんかですね、はっきりとお話しした、してる人っていないんじゃないかなって思います。はい、僕ははっきりこういうのはするのが好きなので、はっきりとこのようにお伝えしました。でもしこれがやっぱり本質的にそうだろうな、アセンションの方に向くのが本質だなと感じた方は、ぜひ今後も動画見ていただけたら嬉しいですし、次はですね、もうライトワーカーとしての真の覚醒するためにも、これハイヤーセルフとの融合って必要なんですよ。そのことについてお話をしたいと思いますので、ぜひ次回も楽しみにしていただけたら嬉しいです。最後までちょっと長かったんですけど、ご覧いただきましてありがとうございました。